はい、皆さん、こんにちは。のっつぉでございます。ということで、今回もですね、パルケやっていきたいと思います。今回でパート7ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、前回のパートはですね、なんだろう、あれか、フラワーじゃねえわ、花屋さんで注文してきたキャバクラのところにお花を届けに行ったというわけでございます。まあそこがまあいわくつきというか、割とあんまりいい噂を聞かないお店で、まあそこに、まあ花を届けに行く際、まあいろいろと、まあその主人公が、まあ調べていたというか、まあちょっと感じ取ったものがあったらしくて、まあそこから店内に出たら、なんかある男の人に声かけられて、まあどんな雰囲気だったかって聞かれたわけでございます。はい。まあそれはそれで終わって、で次の日。で、なんか普通にね、いつもの通り歩いていたら、まあ、いつぞやかのね、押し売りの柄の悪い男たち二人が話しかけてきてくれて、話しかけてきてくれてじゃない、話しかけてきたんですよ。そしたら、前の日に会った男の人が来て、女の人も連れてね。そしたらなんか警察だったということがわかりましたと。まあ、なんか噂が、なんかまあ、いい噂を聞かないかな、多分その店を調べている、まあ、警察の人、まあ、刑事の人だったという話でございました。うん。で、まあ、そこから、まあ、いろいろと話をして、うん。まあ、協力したわけでございますと。で、その後は、まあ、普通に、なんだろう。リノちゃんパートに変わって、なんか、お酒飲みながらというか、ね、チョコレート買ってきてあげたものを食べたりとかさ、なんか、とにかく自分の過去、どういうふうな、過去だったかというか、まあ、どういうふうに子供時代過ごしてきたとかを語ってくれてるのかなと思いましたね。はい。まあ、酒の勢いで なんかそういうことも語ってくれたと。うん。あとは、その実験みたいなのにも自分が承諾してやったというか、お金を得るためにやったらしい。そこから、まあ、翼さんとの出会いが始まったらしいんですよね。うん。まあ、そこまで深くは聞けてなかったのかな。まあ、そういうことがあったよという話。はい、ということで、続きの方やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ガチャリと音がして、扉の鍵が開けられた。帰ってきた母親の姿を見て、気は重くなる。冷たい視線が向けられて、私は部屋の隅に移動した。おとなしくしてたわね、と言ったのは確認じゃない。問題を起こしていたら容赦しない、という脅迫のようなもの。静かにうなずき、余計なことは口にしない。舌打ちしながら、不愛想な子だと、あの人は言った。何か言ったら、うるさいと殴るくせに。だから私は、人形になろうと思った。殴られるのは痛いから。痛いって言ったら、今度は切られるから。誰だって、痛いのは嫌でしょう。でもみんながみんな、人形になるわけじゃない。だって普通は、殴ったり蹴られたりしないらしい。私のところは特殊らしい。もしかして私はかわいそうなのかな？と、そんなことを思ってすぐに考えるのをやめた。だって人形は考えたりしないから。誰の記憶？さて行くか。あ、この二人ですね。聞いてきたのは。まろみさんとアクさんか？いらっしゃいませ。らっしゃいませ。警察だ！全員動くな！警察って。はい、動かないで。ほら、そっちのあなたも動かないで。ちょっと、困りますよ。いきなりそんな。心配するな。ちゃんと令状もある。じゃなくて、うちが何をしたって言うんですか。またぼったくりなんて訴えですか。だからうちは料金を明記してます。初めてのお客にはちゃんと口頭でも説明してますって。うん。BMI を触らせてもらったらわかるんだっけ。残念ながら今回の容疑は暴行だ。ああ、それこそ見当違いだ。暴力を振るったことなんて一度もない。だが、客の意思に反して酒を飲ませているような。ベロベロになって酔いつぶれるくらい。いや、何言ってんですか。こっちも調べて踏み込んでる。なんなら、この場で確認するか。
BMI を外した客と一緒にテーブルのドリンクを。それはとりあえず話は書で聞かせてもらおうか。なんか簡単に終わったな。もうちょっとかかんのかなと思ったけど。あれ、何の騒ぎかな。あのビルって、ああ、またドリームダイブのお客がやらかしたのか。でもそれにしては雰囲気が変だな。いつもの酔っ払いとは違うのかな。やっぱりバラはよく売れるのか。イメージ通りじゃない。主力商品だと思う。プレゼントが目的のお客さんが多いと特に喜ばれる花だと思われる定番だし。バラって数でなんかどうのこうのって意味あるんだよな。なんだ、何本で何本だか、なんだ、何だったか忘れたけど、なんか引っかかる言い方だな。実際にはそんなに嬉しくないのか。あくまで人による。ただバラの花束なんてギャグみたいで引く人もいるだろうし、重度の花粉症の人だと逆に困るだろうし。花粉症か、それは確かに致命的だな。花瓶を持ってない人も少なくないだろうし、持って帰っても邪魔って人もいると思う。バラの花束に限らず、プレゼントにはタイミングとか下調べが重要なんじゃない。なかなか厳しいな、プレゼントって。売る側も手間をかけてるんだから喜んでほしいものだ。花屋でバイトを始めて数日、いろいろと教えてもらった。バラはまず溶けの処理、水分の蒸発を防ぐために葉っぱを何枚か残してあとは取ってしまう。そして水揚げ、菊を斜めに切る。その後も数時間水につけ、飾る前にもう一度茎を切る。作業として難しいということはない。だが簡単というわけではない。一本一本しっかり見極めるとなると結構な作業だ。大変大変、お疲れ様です。お帰りなさい。ただいま。大変だよ、警察が動いた。このお店何か悪どいことをやってたのか。さあ、悪どいことやってるほど儲けてるようには見えないけど。しっけえなこと言ってると時給減らすよ。うちじゃなくてドリームダイブ、あそこに警察が入ったの。ああ、芸能人に見えるキャバクラですか。そうそう、警察が入ったってことはやっぱり何かやってたんだろうね。絶対おかしかったもん、あの店。ずいぶん早いな。早すぎると言ってもいい。俺の憶測を話してから数日でこれだ。もっと時間をかけて確固たる証拠を集めると思っていたんだが。ぼったくりじゃない、もっと大きな事件が関係してたのか。もしくはずっと前からマークしてたか。あと、お客だ。いらっしゃいませ。何かしらの事情があるんだとは思うが、まさか警察がこんなに早く動くことは想定してなかった。あの店を下手に嗅ぎ回っていたら、俺も警察に目をつけられていた可能性もある。結果論ではあるが、手を引いて正解だったかもしれない。それより目の前の仕事を片付けよう。警察の動きが早かった事情など考えたところでわからない。無関係の俺が理由を知ることはないだろう。気にするだけ損だ。パルケ、おはようございます。おはよう。おはようございます。今日も来たんだな。
すみません、いつもお邪魔してしまって。注文してくれるなら俺としても文句はねえよ。それにちょうどよかった、お客さんが来てる。客？俺にですか？僕が寝てる時に知り合った人？リノ君にも会ってる？もしそうなら僕は顔を見られない方がいいかな、念のため。どうだろう、俺にも心当たりがないんだが。知り合いと呼べるような相手は木戸さんや茨城さん以外だと。熊堂さんくらいだ。だが俺がこの店に出入りしていることは熊堂さんには伝えていない。あのお客って一体？ほら、前と同じところに座ってるだろう。マスターが親指で示す。そこには予想外の人物だった。頼みがある。席に座るなり正面の阿久さんに頭を下げられた。あの状況がわからないんですが。急にごめんね、申し訳ない。いえ、それよりも何があったんですか？昨夜あの店に警察が入ったという噂は耳にしたんですが。え、そうなの？もしかして何か問題があったんですか？それが、なんというか、僕らの推察が間違っていたんですか？恥を忍んで正直に言おう。昨夜俺たちはドリームダイブを捜索した。店内ではソフトドリンクを注文した客にアルコール飲料を飲ませていることも確認できた。憶測は正しかったってことでいいんですよね？状況としてはな。まあ、どういう意味でしょうか？ BMI のシステムの解析に手間取ってるんだよ。証拠として調べてはいるんだが、なんせ珍しいシステムだからな。その上こちらの職員はまだまだ勉強中の身。いきなり最新システムを解析しろと言われても時間がかかるのも当然でね。もちろん外部にも協力を要請してるんだけど、これがなかなか。ああ、だから詳しいって言ってたから頼みたいってことかな。そこでだ、力を貸してほしい。俺がですか？開発に携わっていたなら解析もできるんじゃないのか？それは多分可能だ。俺の中には必要な知識があって、実際にいびきで開発に関わっていた経験もある。話は理解しました。ですが俺は警察の関係者ではありませんよ。君の話だけで判断しようとしているんじゃない。ただなんというか指針が欲しいんだ。指針？ BMI でアルコール飲料をソフトドリンクだと思わせていた。それが正しいのならこのまま解析を待つことができる。だがもし予想が外れていた場合、それに応じた証拠を集める必要がある。その判断をするための材料が欲しいんだ。なるほど。君に求めているのは証拠や証言じゃない。警察の捜査ではなく俺個人に協力をする。そう考えてくれればいい。それなら力になれる気がする。こんな俺でも役に立てることがあるのなら。それに、お、何？いや、これは木戸さんの力になれる機会かもしれない。わかりました、協力します。そうか、感謝する。ありがとう、本当に助かるよ。ただお願いがあります。彼女も一緒でいいですか？え？僕も？人手はあった方が俺としても助かる。頼む、
手伝ってくれないか。ことか。俺の意図を察したようだ。ギドさんは背筋を伸ばして姿勢を正す。ぜひ手伝わせてください。わかった。確かに一人では大変だ。君にも協力してもらおう。でもバイトはいいの？マスターと相談してきます。ちょっと待っていてください。無事にマスターの許可をもらい、俺たちは警察署に向かった。ごめんね二人とも、力を貸してもらうのにわざわざ足を運んでもらって。でもこっちの方が面倒も少ないんだよ。本当に勝手を言ってすまないな。いえ気にしないでください。安西を感化できないのは誰でも同じです。助かるよ。それにしても本当に動くのが早かったですね。警察が動くにはもう少し時間がかかると思ってました。それはなんというか、さすがに詳しいことは言えないんだけど、っていうか私たちにも知らされてるわけじゃないんだけど。 BMI はすでに生活の一部だ。そしていつかは必需品となる。今こうしている間にもいろんな活用法が研究開発されている。もし致命的な欠陥があればとても大きな問題になる。そんなことになったらいろんな人が困っちゃうって話かな。 BMI が危険だと思われれば企業の業績にも影響が及び、あては財政界に余波が届くこともありえる。だから一刻も早く解決するように圧力でもあったのか。 BMI 犯罪対策課なんて部署まで作られているのもそこら辺に理由があるのかもしれない。何しろ素早く解決したのは喜ばしいことだな。どうだ、わかるか。渡されたのはキューブメモリー。 BMI を利用する場合対応している記憶媒体はこれだけだ。映画などの映像情報やゲームのプログラムなど、メモリーグラフト以外の用途にも利用されている。今回の場合は同様だ。起こる信号を制御するデータが保存されている。中のシステムは俺でも大体は把握できる。自分で構築したものではないので見ただけで全てを把握できるわけではないが、それでも丁寧に追いかけていけば理解できる。やはり世の中を覆すような新技術というわけではなさそうだ。予想していた通りだと思いますが、木戸さんの方は？そうだね、芸能人の姿に見えるのはアバターの姿に置き換えているから。肝心の酒の方は？これを見る限り視覚に干渉するのはアバターの反映だけでしょうね。ですが他の感覚器に干渉している箇所があります。味覚と収穫もかな。これはつまり見た目はそのままですがお酒の味は変わるということでしょう。例えば透明な日本酒を水と称して提供するとか。本来の機能の副作用というか副次的な機能ではない、そう思っていいのか？意図して組み込まれたもので間違いないと思います。味が変わるお酒も種類を限定しているようですから。味覚、収穫の置き換えは視覚の置き換えと干渉してなさそうですね。それならこのまま待っていても問題はなさそうだな。これなら視覚の置き換え機能だけを残したバージョンも作れるかも。もちろん手を加えても構わないならですが。参考資料として
作ってみてもらえると助かるな。待って待って、新しいメモリーを用意しないと。それはコピーだけど、上書きしちゃうと後で問題になりそうだから。あと確認のため、実際に BMI で試してみても構いませんか？特に危ないものではなさそうですから。ん？ああ、まあいいか。ありがとうございます。軽い調子で許可が下りたことに俺はアンドの息を漏らした。騙すようで正直気が引ける。ごめんなさい。でも悪用するわけではないから。心の中で謝罪と言い訳をしながら、俺はキトさんにメモリーを渡す。キトさん、首に装着してデータを流していく。その瞬間、キトさんの動きが止まった。考え事をしているのとも違う。まるで脳がフリーズでもしたように呆然と虚空を見つめていた。もし木戸さんの研究が使われているなら、記憶を取り戻すことができるはずだが。不意に木戸さんが口角を開け、笑みをこぼした。木戸さん、大丈夫か？うん、平気だよ。なんだ、どうかしたのか？いえ、見た目は可愛いアイドルなのに、声は低い男性というのが面白くて。びっくりさせないでくれ。すみません、ちゃんと真面目に取り組みます。本当に世話になったな。今回のこと、内部の解析にも役立たせてもらうね。協力に感謝します。いえ、力になれたのならよかった。それじゃあ私たちはここで。助かったよ。じゃあな。はい、失礼します。まあこれが今後どういう風に関わってくるかっていうか、なんかいろんな助けになってくれそうな雰囲気はあるよね。まあ逆のパターンもあるけど、アクさんとマミロさんの二人と別れて、俺たちはその場を離れた。あのデータ、やっぱり木戸さんに関係があったんだろう。あの時の笑顔、アプリが面白いっていうのとは違って見えた。見られてたか。我ながら間抜けなエピソードを思い出してね、つい笑っちゃったんだ。僕はね、味覚の置き換えについて研究をしてたんだ。なるほど。擬態に移植するとなると、感覚器を補正する技術も必要になるか。ちなみにその丸気なエピソードというのは、当時僕が食べていたのは薄味の、いわゆる病人食ばかりで飽き飽きしていた。もっと味のあるものを、味の濃いものを食べたいってストレスを感じていたよ。木戸さんらしいな。しかもそれで実際成し遂げてるんだから、すごいもんだ。まあね、もっと褒めてくれてもいいんだよ。なら当時から食事が楽しかったんじゃないのか？ああ、うん、楽しかった。最初だけはね。というと？いろんな味を知れば知るほど食への欲求が強くなったんだ。本物を食べたい、自分の舌で味わってみたい。でも食べたら士気が早まる。逆効果って感じ？なんて葛藤からさらなるストレスを抱えるようになっちゃったわけ。ま、結局死んじゃったわけなんだけどね。一応言っとくが、やっぱり笑えないからな、その死人客。って厳しいな。あ、でもまずい薬を飲むときには重宝したかも。それはいい使い方だな。今回のお店もそういう使い方をしてくれればよかったんだけどね。まったくだ。俺が同意したときだ。木戸さんが足を早め、
俺の前に出た。そしてくるりとターンしてこちらを振り返る。ありがとう、いぶきくん。君のおかげで記憶を取り戻すことができた。礼を言われるほどのことじゃない。全部たまたまだ。それに残念ながら人さんが望んでいた記憶でもなかった。確かに僕には取り戻したい記憶がある。だからといって他の記憶はどうでもいいわけじゃないよ。今回の記憶だって僕の大切な過去だ。木戸さんは俺に優しく笑いかけた。だからありがとう。そして今度は明るく気持ちのいい笑顔。見ているだけで木戸さんの感謝の気持ちが伝わってくるようだ。その笑顔を見た瞬間、胸が熱くなった。これまでも必要な仕事はしてきたけれど、こんな風に浮き出しの感情に触れたのは初めてのように思う。満足感のような気持ちで満たされるとともに俺は思った。木戸さんも茨城さんも笑顔がよく似合う。だから二人にはもっと笑ってほしい。笑っていてほしい。素直にそう思った。どうしたんだい、ぼーっとしちゃって。いや、なんでもない。人の話ちゃんと聞いてた？もちろん聞いていた。気持ちもちゃんと届いた。ならいいけど。さて、店に戻ろうか。もしかしたらマスターが困ってるかもしれない。というか怒ってるかも。その時は俺も一緒に謝るよ。もし店が忙しいようなら俺も手伝おう。ありがとう。でも正直あの店がそこまで賑わうイメージはないね。来ても一人か二人だもんね。確かにな。味は抜群なんだけど、なんせマスターがね。こわもてだから。それもあるけどね、マスターはまったりやっていきたいんだって。忙しくなるとどこかで妥協することにもなりかねないからとか。そういうことなら埋め合わせとして売り上げに貢献しよう。それならマスターも怒らないかな。とにかく一緒に戻ろう。そうだね。でもその前に改めて本当にありがとう、伊吹くん。間違いない。やっぱり笑顔がよく似合う。やあ木戸さん、こんにちは。お、橋姫さんすな。橋姫さん。それに伊吹くんだったよね。はい、こんにちは。こんな時間から二人で何してるの？なになに、デート？違います。そうなの？違いますね。そんな色気のあるものでは。なんだ違うのか。この前もですけど、橋姫さんって意外と恋愛脳なんですね。それはちょっと違うかな。さっきの木戸さん、とても嬉しそうに笑ってた。店では見ないような笑顔に見えたからさ。ああでも別に暇つぶしのネタとかからかいたかったわけじゃないんだ。じいや本当だって。ただほら、なんというかな、木戸さんは若い、しかも可愛い。だからもったいないと思うのさ。そういう青春みたいなことはできるうちにしておくべきだよ。僕のそういう時期はすでに過ぎてるんですよね、残念ながら。うわ、ぐさっときた。木戸さんが過ぎてるなら私なんて。いや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 、まあ美しいよ。あ、いやそういう意味ではなくて。相手が俺一人だったら。なんせもう死んじゃってるからね。
とか言ったんだろうな、きっと。橋姫さんはこれから工房に戻るところですか？そのつもりだったけど、せっかくだ。コーヒーを飲んでから帰ろうかな。一緒に行ってもいい？はい、もちろん。カウンターで隣同士に腰掛けて、俺は紅茶を、足姫さんはコーヒーを楽しむ。はあ、マスターの入れるコーヒーはやっぱりいいな。コーヒーって苦くないですか？いぶきくんはコーヒーが苦手かい？一度飲みましたけど、苦すぎてダメでした。ちゃんとした豆でちゃんとした人が入れてくれれば、苦味以外の味も感じられるんだけど、苦味が全くなくなるわけではないからね。やっぱりそういうものですか。でもいいんじゃない？苦手なら苦手で無理して飲む必要はないよ。人生なんていつ何時何が起こるかわからないんだしさ。明るい調子ではあったが、冗談で言ってる様子ではなかった。急に重かったね。重いというか、いきなりで驚きました。でも思うんだ、楽しむことは重要だって。落ち込んだり塞ぎ込んでしまうと、そのままどんどん沈んでいくっていうのかな。私自身も事故に遭った時そうだった。右腕だっけ？そこから抜け出せたのはみんなのおかげさ。周囲の人の顔に私は救われた気がした。素敵な顔を見せられると自分の胸も高鳴るっていうのかな。はい、わかります。さっきの木戸さんの笑顔で俺も似たような感想を抱いた。でも木戸さんは本心を隠してるように見える。だからね、いつかそういう素敵な顔を見せてくれる日が来るといいな。そうですね、俺もそう思います。またあんな素敵な笑顔を見たいものとは。そんなことを考えながら紅茶を飲んだ。パルケ。はい、ということで今回ここまでにしようか。よいしょ。いやー、なんか事件が普通になんかパパーっと解決してしまったんで、拍子抜けしてんだよな、俺。あ、まだ解決とは言ってないのか。うん。まあなんか記憶の断片的な、なんか重要な記憶ではないけど、一つ取り戻したみたいなことで、まあ本当に良かったかな、というふうに思います。まあそこにね、誘うのはさすがだな、と思ったわ。装着して記憶を取り戻すためか、っていうね。本来はそれを諦めていたわけだからさ、結果オーライ的な感じですよね。はい。あと最後に見せてくれた翼さんのね、笑顔というのは僕の心にも響いたのかなと思いましたね。いや、めちゃくちゃ可愛いな。はい。まあとにかく、警察の人とのね、つながりってのは多少できたから、今後なんか手助けしてくれることもあるのか、それとも逆に狙われてなんかどうのこうのってなることもあるのか、なんか恩情をかけてくれる可能性もあるけど警察だからな、なんとも言えないという話ではございますと。はい、ということで今回ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。